はい、すごい量ですね。はい、取れましたね。桑の実がなってます。あ、まだありますね。はい、まだありますよ。はい、ほら、こことか、あ、こことかですね。はい、今日は7月7日です、札幌市内里山ホームグラウンド1に来ています。フィールドワークするのはですね、だいぶ間が空いてしまって8日ぶりになります。まあ、その理由はですね、前回ここに来た時にですね、滑って転んで胸を強打してですね、数日間動けなかったんです。で、今もまだ痛いんですけども、なんとか歩けるようになったので、まあ、ここに来ました。まあ、そういうわけですので、今日はですね、普段からブラブラ歩いてますが、さらにゆっくりブラブラ歩きながら、美味しい野食材を探していきたいと思います。はい、それでまずですね、早速駐車スペースにある、三つ葉なんですけども、なんとですね、これ見てください。この辺一体全部草刈りされてしまってですね、三つ葉が、他の植物と一緒に全部刈り取られちゃってます。で、まあ、残ったこの辺にですね、ないわけじゃないんですけども、例えばですね、あ、これですね。これ三つ葉ですね。あ、これ三つ葉じゃないです。違いますね。これ違います。三つ葉じゃないです。馬の三つ葉です。で、三つ葉はまあ、これですね。これは三つ葉ですね。だけど、こう、芽を出したような若いものがないので、まあ、ここで採取するのは諦めて、他のところで採取していきたいと思います。はい、歩き始めてすぐのとこなんですけども、はい、オオバユリが花を咲かせようとしたのに、草刈りで刈られちゃいました。あと、こっちの方も、あ、それもそうですね。この下の方にある。あれもオオバユリですね。立ち上がったオオバユリです。まあ、しょうがないですけどね。あの、草刈らないと、どんどん道路が狭くなっちゃうので、まあ、7月にいつも刈ってるんですよね。はい、この車道の、歩き始めてすぐですね、車道の端のここですね。この緑のこれはですね、ヤマトキホコリっていうんですよね。あの、イラクサの仲間です。上場味噌の仲間なんですよ。で、多分今シーズン初めてだと思うんですけども、だいぶ茎、太くなってきたので、しかもこの道路沿いですからね、これ何本か取っていきたいと思います。あと、これ、オオウバユリですね。はい。まあ、こんな道端のやつはですね、まあ、取っちゃってもいいんですけども、まあ、まあ、置いとくことにします。今日は、あの、この、ヤマトキホコリ。別名、青水って言うんですけども、これ取っていきたいと思います。はい、ここに、固まってるので、この根元の方からですね、まあ、これ草刈りされないでよかったんですけども、こっちの方はもう、ずーっと草刈りされちゃってるんです。ここだけ、なぜか残ってたんですね。で、まあそこから、いただいていきたいと思います。切ってですね。はい。で、あとこの上の方もいらないので、この上の方の葉っぱも取っちゃいます。はい。こんな感じですね。こんな感じで、何本か取っていきたいと思います。はい、このくらい取りました。6本ぐらいですかね。はい、早速三つ葉ありましたね。だけどですね、まあ一応大丈夫ですね。まだこの辺新芽があるので、はい、この新芽取ってきます。これですね。あと、こっちの方にも。これはもう硬くなってるので、こちらの出たばっかりの柔らかい方を取ってきます。
ただですね、はい、これですね。ただですね、まあ、だいたい蜜は花を咲かせて、もう枯れ始めてますね。今日の三つ葉の収穫は少なくなると思いますが、まあ、見つけたらですね、その都度取っていきたいと思います。はい。ここにですね、キノコがあったんですよ。キノコに目を向けたらですね、まあこれ何のキノコかわからないし、まあ多分食べられないキノコだと思いますが、ここにですね、はい、エゾマイマイがいました。エゾマイマイ、ゲットです。はい。はい。ここにウドありますよね。しかしですね、まあ残念ながら、もう、これですね。はい、つぼみになってます。で、新芽ないですよね。あちらの方にもウドあるんですけども。はい。ウド、花咲かせていてですね、新芽ありそうもないですよね。あの、ウドの花はですね、美味しいんですけども、まあ私は取らないようにしてます。これはですね、もう、種をつけて、この辺広まってもらった方がいいので、まあ取らないことにしてます。はい、正面にウドありますよね。このように、はい、花を咲かせようとしてますね。はい、このようにですね、花咲かせようとしてます。で、このウドですね、悲惨な状態になってます。まあ、この辺は私が取ったのかもしれないんですけども、こんな風に折られちゃってですね、隣のウド折られてます。で、このようにですね、はい、全部葉っぱと食べられちゃってますね。はい、これですね。この横のこのウドもですね、このウドも、はい、これですね。これ鹿ですよね。鹿が食べてるんです。私がせっかくですね、こういう花を残すように頑張ってるんですけども、もう鹿はですね、そんなのお構いなしに食べちゃいますので、まあ非常に脅威ですね。あ、そこにですね、真正面に大ウバユリの花咲いてますね。まあ、咲くっていうか、咲かせようとしてますよね。はい。それでですね、この近くを見るとですね、はい、この下です、ここです。これですよね。これ大ウバユリなんですよ。あ、これですね。もう葉っぱが枯れかけてますけども。で、この根元はここです。これ結構大きな大ウバユリで、立ち上がってないですよね。立ち上がってないですので、まあちょうど輪径取るのに適しています。で、まあこのようにですね、近くにこれから花を咲かせる大ウバユリがありますので、この辺一帯ですね、これが種をつければ、大ウバユリがまたいっぱい出てきますので、この大ウバユリ、掘っていきたいと思います。で、掘るにはですね、まあシャベルとか持ってきてないので、このストック、普段持って歩いてるストックで、この周りをですね、こんな風に、掘ってきます。はい。かなり掘りました。で、輪径見えてきたので、もう引っこ抜けるんじゃないでしょうか。ちょっと抜いてみます。はい、取れましたね。はい。はい、それでですね、この、もう根はいらないので、これ持って帰ってもですね、家に生ゴミが増えるだけなので、これ、ハサミで取っていっちゃいます。はい、こんな感じですね。はい、それでですね、はい、見えてきましたね、これ。子供の輪径です。二つあります。これもですね、食べれない子はないんですけども、まあこんなちっちゃいとこ取っても、食べてもしょうがないので、これはですね、こう取ってですね、はい。これ小さい輪径です。
ここにもありますね。はい。はい。二つあります。で、これをですね、元のとこに、はい。ここですね。上戻しておきます。こう上向けて、生えやすいように、上向けて、はい。戻しておきます。で、これ上戻しておけばですね、まあ、5、6年かかるんですけども、また元の状態に戻ります。で、さらにですね、ここからも、花が咲いて種ができて、この辺増えますので、オオバユリをですね、減らすことはありません。はい。ここですね。まあ、今、掘り起こして埋めたとこなんですけども、まあ、言い忘れましたが、この辺一帯ですね、オオバユリが群生してます。例えばこれですね。はい。これです、これ。この根元ですね。はい、これですね。まあ、これも掘ってもいいんでしょうけども、多分これ来年はまだもう一回ぐらい大きくなって、で、再来年ぐらいに立ち上がった花咲かすんじゃないかと思います。だから来年ぐらいこれ掘ってもいいかもしれませんね。で、他にもですね、ちょっとここから離れますけど、こっちの方行くとですね、もうオオバユリが群生してます。みんなまだ小さいです。これも小さいですね。また、1年ものとか2年もの、まあせいぜい3年ものぐらいですね、この辺いっぱいね。だから2、3年するとこの辺もみんな大きくなって、取れると思います。まあこういう具合にですね、群生してるとこで取るようにしてください。そうしないと、オオバユリどんどん減ってきちゃいますので。おっ、これはすごい。タモギタケですね。はい。タモギタケの幼菌。芽です。これはすごいわ。こちらにも、大きいのよりも、むしろ嬉しいですね。こちらの方が美味しいので。あ、今、このキノコを食べる虫いましたね。はい。すごいですよね、これ。これですよ。はい。まだこっちの木も、見てください、これ。はい。すごい量ですね。幼菌だけでもすごい量ですよね。これ成菌になったらとんでもないことになってましたけども。はい。幼菌で正解でした。はい。これ取っていきたいと思います。時間かかりそうですけども。まあ一つだけでも、取るところをお見せしましょうかね。取るとこっていうか取ったとこですね。はい。あ、これ、前出た、タモギタケの腐ったやつですね。はい。こんな感じですね。まだ幼菌なので、これ茎のとこ食べられてですね。非常に美味しいです。まあ、このくらい大きくなるとちょっと固めになりますが、十分問題ないです。はい。これ全部取っていきたいと思います。はい。幼菌これだけ取れました。すごい量なんですけども、ただ幼菌の方が美味しいですし、洗うのも楽なんですよね。傘一個一個洗わないで済むので。はい。これは素晴らしいです。あ、ここにも、違う場所ですけども、ここにも、タモギタケ、幼菌出てますね。ちょろですけども。はい。ああ、ちょうどいいですね。これももらっていきたいと思います。おっと、すいません。はい。もらっていきたいと思います。これと、これと、これですね。はい。はい。ここに、エゾアジサイが咲いてますね。はい。綺麗ですね、これね。はい。まあ、ただですね、アジサイは、毒草ですので、食べないように。お願いします。はい。あそこに、タラの木がありますね。ちょっとこう斜面でですね、下草茂ってて、滑らないように注意していきたいと思います。
はい。はい。ただの木ですね。で、おあつらえ向きの、おっと、おあつらえ向きのですね、ただの芽ありました。あ、なんか、あ、いててて。なんか虫がいっぱいついてますね。アブラムシですかね。じゃあ、アブラムシがいない上のとこで、この辺から取ります。はい。はい。まあ、ただの芽はまだ、大丈夫なようですね。ウドの芽はもうそろそろ終わりのようですけども。はい。ここにウドありますけども、このウドまだいけそうですね。はい。ここに、かろうじて、新芽ありますね。はい。新芽ある限りは、取っていきたいと思います。はい。まあ、小さいですけども、札幌吹きバットですね。これも少し捕まえていきたいと思います。はい。桑の木ですね。で、桑の実がなってます。で、まあ先週も言いましたけど、この赤いのはですね、まだ未熟なので、この紫色になった、濃い紫色になったものを、まあ取ってきます。ただですね、触るとポロポロ落ちるので、下にこのような網を置いてですね、それで取ります。ちょっとこれ両手塞がるんで、取るとかお見せできませんが、取った後、お見せしたいと思います。はい。たったこれだけです。とてもジャムにはできないですね。まあデザートに持って帰りたいと思います。なんつってもですね、この斜面にですね、この桑の木が生えてて、取れないんですよね、うまく。まあ、しょうがないと思います。はい。農合イチゴはどうでしょうかね。まだなってますかね。あ、まだありますね。はい。まだありますよ。はい。ほら。こことか、こことかですね。結構取れるんじゃないですか。ちょっと取っていきたいと思います。はい。ここにもですね、小さい桑の木あるんですよ。で、ここはもうちょうどですね、背が届くところで、取りやすいです。ただまあ、さっきのとこよりも少ないんですけども、まあちょっと取り足していきたいと思います。一応ありますよね。熟してるやつが。はい、車が見えてきました。それではこれで、帰りたいと思います。
はい、晩酌の時間になりました。今日はですね、この焼酎です。これ黒糖焼酎蘭館、鹿児島県奄美市、富田酒造というところなんですね。まあ、いただき物なんですけども、なぜ焼酎かというと、氷で飲みたいからです。今この部屋ですね、もう30度以上あります。この部屋西日を指してましてね、で北海道ってエアコンないのが普通ですので、30度以上の部屋でですね、冷酒だとかビールを飲むと、もう温まってまずくなっちゃうので、夏場はまあこの氷で飲めるという理由で焼酎ということです。でまあオンザロックじゃなくて水割りですね。水割りでいきます。はい、それではいただきます。まあ焼酎もたまに飲むと美味しいですよね。芋焼酎とも麦焼酎とも違う味します。それではですね、今日は まず何からいくかというと鍋ですね。やっぱりね、この暑いのに鍋なんですけど、なぜかというとタモギザキがすごい取れたからです。で今日はですね、もう洋菌だけですよ。生菌ないです。洋菌のが全然美味しいんですよね。でまずスープからいきますか。いやもうすごい美味しいですね。それでこの中に入ってるキノコはもうタモギタケの洋菌だけということで、まあこれも洋菌だしあれなんですけど、大きいのをドーンと食べてみますか。まああんまり大きいのないですか。これいきますか。はい、これですね。はい、大変美味しいです。茎まで食べれるし、茎の食感と味がもう何とも言えないですね。これ後で食べます。ちょっとここでお返しといてですね、次は、天ぷらいきますか。まあ今日天ぷらやめようと思ったんですけど、結局時間がなくなっちゃって、天ぷらの方がですね、まあ簡単なんですね、いつも作ってるから。今まだちょっと天ぷらなんですけども、でこちら側がですね、タラの芽、こちら側がウドです。もうウドはほんのちょっとです。ほとんどもう花咲かせてるので、じゃあまずウドからいきますか。はい、まあウド言うことないですね。いい香りです。ただもう終わりですね。で次タラの芽、タラの芽はまだもう少しいけそうなんですけども、もうだいぶ少なくなりました。まあここだけじゃなくて、こちらにも入ってるんですけども、はい、これタラの芽ですね。タラの芽も美味しいですね。相変わらずです。それでは、まあ同じなんですけども、おばゆりの輪形の素揚げ、まあ塩をかけてあります。じゃあこれいってみたいと思います。
フライドポテトをワイルドにした感じ。まあ毎回言ってるんですけども、まあ非常にいいですね。まあ夜食でこの炭水化物、まさにデンプンですよ。デンプンの塊で。夜食でこう、デンプン取るのってなかなか難しいので、非常に貴重な夜食材になります。それではですね、次はアヒージョというところに沸かしまして、近くに持ってきます。ここですね。これもちょっとこっちに溶かしておきますか。はい。まあいろいろ入ってます。まずはですね、タモギタケ。これタモギタケですね。このタモギタケの料金です。はい。では行ってみてみます。はい、タモギタケもこういう形で食べて非常に美味しいですね。タモギタケの味がよく出てます。それでは この辺がタラの芽なんですけども、はい、タラの芽いってみたいと思います。ちょっと多すぎ、1本ずつ食べますか。これでまあ2本分ぐらい、はい、2本これあります。美味しいですね。ただちょっと苦いです。天ぷらにするともう苦味なんてもうわずかに残るだけになりますけども、これ油で煮てますけども、それほど高温にならないので苦味はかなり残ってます。いやでもその苦味がまたいいですね、この油と相まって。はい、次はですね、三つ葉ですね。三つ葉もあんなにあってもですね、こうやるともうほんのちょっとになっちゃうんですけども、はい、ここですね。これいってみます。はい、三つ葉も美味しいですね。茹でたよりも香りはなくなってます。ただ天ぷらにしたらほとんど香りなんてなくなっちゃうんですけども、これちょうどお湯で、水で茹でるのと天ぷらの中間ぐらいなので、こうちょうど適度に水場の香りが残っていて、十分楽しめます。はい、それではですね、次カタツムリですね。今日エゾマイムは2匹だったんですけども、まあこの1匹ですね。はい、これいってみます。はい、いやカタツムリ美味しいですね。こうアヒージョにすると、いつも佃煮に食べてますけども、アヒージョにしても非常に美味しいです。もう粘液がいっぱいある粒っていう感じですね。で油と一緒になって、オリーブオイルと一緒になって、ますますこう何ですか、滑らかな舌触りになってます。そうしたら、アヒージョの最後ですね、ここちょっとこれをカタツムリですけども、札幌吹きバッタ、また幼菌ですけども、何匹かあります。はい、これいってみます。はい、いやバッタ美味しいですね。いつも佃煮で食べてますけども、こうするとですね、ちょっと甘みすら感じますね。で、噛み締めてるとですね、バッタのコク、旨味というのがじわーっと出てきて、いや、結構美味しいですね、これ。はい。それでは最後ですね、ちょっとこれ豚バラ肉が多くなりすぎちゃったんですけども、山時ほこり。まあ、別名青水ですね。青水と、
豚バラ肉のごま油炒めということで、まあちょっと肉が多すぎるんですけども、今日の初物ですね。はい、これいってみたいと思います。はい。これも美味しいですね。すごい美味しいです。やっと7月になって初登場ということで、山時誇り。まあ、山の時を誇るっていうことで、いろんなところで大群生してるんですよね。今日はそうじゃなくて、道のところで草刈りされていてですね、ちょっと残ってたところに、まあ、群生してたので、数本取ってきました。で、まあ、これ、イラクサなんですけども、もちろんトゲがなくて、上澄みそと非常に似てます。葉っぱもそっくりなんです。ただ、根元まで全部赤いので、上澄みそが赤水と言われるのに対して、これは青水と呼ばれています。で、上澄みそはですね、ぬめりがあるんですけども、これぬめりありません。だから味的には、私的にはですね、まあ、上澄みその方が美味しいかなとは思うんですけども、何と言ってもいいところがですね、皮を剥かないで済むと。上澄み噌は皮が硬いので皮を剥かなきゃいけないんですけども、これは全く剥かないで済むので、非常に、まあ、料理の時に時間が短縮になります。まあ、その点がいい点ですね。で、まあ、こういう感じでですね、ごま油と濃縮だし、それから豚のバラ肉の油、これ一緒にすると、これもう鉄板なんですね。どんなものでも美味しくなるので、これも非常に美味しいですね。はい。ということで、今日の夜食材を一通り、食べ終えました。まあ、今日はですね、先週、胸を強打してですね、ほとんど歩けない状態で、まあ、動けない状態で数日過ごして、まあ、やっとなんとか歩けるようになったんで、山に行ってきたんですけども、もう本当にゆっくりゆっくり歩いてですね、いつも歩いてるコースの半分も行ってないですね。半分ぐらいしか歩いてないです。で、まあ、それでも、まあ、これだけなんとか取れましたので、まあ、いい方じゃないでしょうか。で、まあ、ここに出てませんけども、桑の実と、農郷いちごの、ジャムもありますので、まあ、それは晩酌には合わないので、ここには出てませんが、まあ、結構な収穫です。半分しか歩かない割には結構な収穫だったと思います。はい、それではですね、残りはゆっくり飲んで食べて楽しみたいと思います。今日はどうもご視聴ありがとうございました。はい、おはようございます。昨日作ったジャムですね。これを、食べてみたいと思います。まあ、さすがにジャムはですね、晩酌の先の魚にはならないということです。で、昨日はですね、桑の実と農郷いちご、まあ少しずつだったんで、これもうミックスジャムになってます。ミックスジャムを作ったことないんですけど、どうでしょうかね、味は。はい、それじゃあこれ食べてみたいと思います。はい、いや、非常に美味しいですね。甘さといい、まあ甘さは砂糖入ってるわけですけども、甘さといい、酸味といい、香りといい、味といい、申し分ないですね。ちょっとですね、桑の実の軸が
まあちょっと残ってるんですけど、全然問題ありません。食べれますので、はい。では残りはですね、ゆっくり朝食食べたいと思います。はい、今度こそ本当にですね、まあこれで全て野食材食べられましたので、終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。